身近な人から不妊様エピソードみたいなのを聞いた時が衝撃だった。数年前、高校時代からの友達 A から、姉ちゃん、以下へ姉。当時、既婚おなしが家出てった。お父さんとお母さん、以下へ父、A 母も怪我して大変だった。というラインが来た。何があったのか詳しく聞いてみると、当時海外在住だった A 姉が、突然日本に帰国して、実家に戻ってきてたんだけど、この当時、A はまだ実家暮らしだったので、A 父 A 母と一緒に住んでいた。帰ってきた理由というのが、実は、A 姉は不妊治療をしており、それが、なかなかうまくいかないので、日本で体外受精をすると決めたから、というものだったらしい。それで、受精卵を体内に移植する前日、A 姉はナーバスになっていたのか。いつものようにわーわーうるさい A や A 父が気に食わなかったようで、突然ブチ切れて、お前ら、なんで、私に気を使わないんだ。何様のつもりだ。人をバカにして、慰謝料よこせ。体外受精の治療費全部、お前らが払え。ってわめきながら、A、A 父、A 母に殴る蹴るの暴行を加えたり、家の物ぶち壊したりも、うしゅがつけられないくらい大変だったらしい。もうどうしようもないから A 父が家にあったお金20万くらいを差し出したら、踏んだくって、すごい勢いで家を出てった。ということだった。ちなみに、ここから1ヶ月くらい家に帰ってこなかった。でも、この体外受精の話は A 母にしか話していなくて、 A と A 父は A 姉にブチギレられるまで本当に事情を知らなかったんだよね。しかも、この体外受精の話を聞いた A 母が、家に A も A 父もいるからうるさくて落ち着かないだろう。親戚の人でマンションの管理人やってる人がいるから、その人に部屋借りれるように頼んでもいいから、そっちに一時的に住んだらどうか？と、気を利かして提案してくれたのに A 姉は、そんなの大丈夫だから、と断って、あえて実家に帰ってきてたんだよね。そういう事情があってからのこの、ブチギレ暴行家出騒動だったからもう、A と A 両親は呆然とするしかなかったらしい。よく、ネットで、攻撃的な不妊様って聞くけど、リアルじゃ見たことも聞いたこともなかったから。本当にこんな人いるの？って思ってたけど、実際にいるんだって若干衝撃だった。ちなみに、A 姉は、この時の体外受精がうまくいき妊娠、その後無事出産した。そして、この前 A と久しぶりに会って話した時に、話の流れで、A 姉の近況を知ったんだけど、今現在は、二人目を作るために不妊治療を再開してるらしい。A はもう諦めてほしい。また、前みたいに暴れられたら本当迷惑。私だったら、あの親の元に生まれるだなんて絶対嫌だ。と、うんざりした感じで話してて、そりゃ嫌になるわなって思った。こう言ったら良くないかもしれんが、神が自然妊娠を与えなかったのは、こういう素質があったからなんだろうな。医学の進歩で、治療で子供を得てしまった。けど、本来は、子を授けるべき器ではなかったのだよ。不妊様は難しいよね。実は、私も子供ができなくて、しばらく悩んだことがあるんだけど、子供を見るたびに勝手に泣きそうになってたことがあって、自分でも止められなくて、やばいと思ったことがある。本人は思い込んでてどうしようもないけど、近づかない方がいいだろうね。